はいどうもこんばんは、 TIL です。今回は前回不完全燃焼だったね、地獄の制圧の方もう一回の取っていきたいと思います。攻撃側だね。まあ、とりあえずこっちから向こうの方にいる敵を狙撃していきますか。この辺アップルは狙撃できるか。あーでもあれ多分キル確率つくでしょ。つかないの。俺キル確できる加速系男子やで。あ来てる結構。落ち着いてるんでしょうね。胴体で切る加速系男子。当たんねえな。奥なんかおるな。制圧食らった。グレー投げてきたな。もうガスグレーやめて。いくら性能は下がったと言っても。ああやられたわ。というわけで正解でいくか。そういえば今日2月14日なんですけどもね、なんかどうも報告とかツイッターでなんかチョコレートもらったのもらってないだろういう話題がすごい上がっててね。で、ああそうか、もうすぐバレンタインの季節なんかって思ってたら、いや今日やんみたいないや今日やんみたいなねもらってないとは言っていない。うわどこや。ん見えんわ。4倍も光ればいいのに。あいつ絶対倒したんねん、お前。見とけよ。バレたからな、場所。バレンタインだけに。すいません。わからんからもうやめとくわ。一旦は見えないね。ちょっと投げとくか。あ、めっちゃおるやん、これ。一回投げとくか、グレーも。ラッキー、胴体キル。敵に機関銃だぞ。待って、いるな。イエス高須。なんかいる。ちょっとこの位置怖い。ラッキー、胴体キル。お、ラッキー、胴体キル。適正距離でもないのに。ありがとうございます、死んでくれて。助かります。なんかいる。見えないな。さすがにどうたら死んでくれないもん。ちょっとこっち行ってみようか、怖いけど。なんかいるな。90ダメージか。適正距離じゃなかったね。まあ残り10ダメぐらいやったらね、ね、タンスの角に小指ぶつけるだけで死ぬとは思うんですけどね。狙えるかな。このくぼみから。このくぼみダイスに作らせた。まだポイントつないであってる。味方かよそれ、紛らわしい。あいついけるな。アップルの中にまだおると思うんだけど、おらんかな。もういっか、向こう見とこう。あ、おっとおっと、敵が。難しいな、横辺さ。ちょっといっか、前だよ。あ、俺分隊長やったわ、ごめんな。目標を手に入れるんだ。まあ上司が指示しなくても動ける人間っていうのはゲームでも社会でもまあ重宝されるわけですけれど、まあやっぱりそれより大事なのが的確に指示を出す上司であってね。曖昧な指示出す人はやっぱね、めんどくさいですよ。なんか BF で言ったらもうアップル攻めるバター攻めるじゃなくて、とりあえずその辺攻めといてみたいなねで、バター攻めたら、いやアップルって意味やってんけどみたいな、いや知らんがなっていうね。来てる。ですよね。もう正直分かってた。マップで後ろの方からじっくり近づいてくるやつがおったからな。戦闘機をなんとか、戦闘機の攻撃を防ぐ方法ないんかね。傘さすわけにもいかんし、なんか鉄の傘みたいなさ、そういうのなかったの。なんかあらへんかったっけ。昔そういう話を聞いた気がするんだけど、多分ギャグか何かかな。分かんない。くれたね。バター取れる？これ取れそうやな、取っといても。ちょっと見えづらいな。
腰やめる気力したらマジで俺発狂してたら今。今の当たってる？謎の判定。当たらんかったらもちろんムカつくけど、謎の判定で当たった時はそれでそれでムカつくよな。まあ、いっか、まあ、行こうか。結構突破力あるね、味方。陣地の制圧を完了。 SR が非常にやりやすいです。むしろわーわーうるさいな。握手会かよ。アイドルオタか。必死か。突撃ちゃうわ。アイドル怪我するわ。光ってないね。4倍スコープやな。どっかにあれやな。あれじゃなかったと思ったの。一人でアップリ君怖い。二人か。アップル何人いる味方おらんな。寄られたなあいつに。タンクものか。ちょっとアップルは厳しい。 この辺の微妙な距離を保って。うん、どうしよっかな。タンク怖いな。落とし穴とかさ割と有効やと思うんですよ。でもこれか、無理か。攻撃側やからさすがにすんなよ。周到に応援できませんよね。くそ。っていうか今のさ現代戦の時と違って、この頃の攻撃機ってなんか何のコックピットっていうかね、丸出しやろ。頭が耳キーンになりそうやけどな。絶対耳冷たいやろあれ。ヘルメットかぶってるとはいえでも。だって俺さクロスバイクで走ってる時ですら耳冷たくて死にそうやのに。やめて、喋ってるから。そんな戦闘機であのスピードでな飛んどったら絶対耳痛なんだよ。冬とか雪降っとったら大変やと思うな。霜焼けできると思う。まあ生きるか死ぬかを争ってるところで霜焼けなんかどうでもいいレベルやねんけどな。第一次世界大戦だ。さて、ここって登れるっけ。登れるな。ちょっと危険やな。上はいない。下にいたない。あいついける。72ダメか。あっ、危な。どこまでにバレてるかなこれ。めっちゃ狙われてるやん。みんな死んでんな味方。え、これどんだけバレてる。目標アップルを喪失中。なのでゲッシュじゃないんか。ちょ制圧食らってるから、ちょやっといて。そいつ交代交代交代。え、お前そこ伏せちゃう？あ、バイポッド強いのね。あなた。ポン。あ、来た来た来た。撃て撃て、バイポッド撃て。タンクいるやん、よく考えたら。ちょっと、ここでちょっと隠れるわ。もうちょい前でよ。目標チャーリーを喪失。バレないようにしたいが。バレないように。バレないように。バレたな。どうしよう、立てないな。上のやつにバレてんねん。上の誰にバレてんのかな。あいつか。やれそうやけどな。やれそうやな。だからタンクにバレてるなこれ。ラッキーラッキー。上のやつとかおらんかな。まあ見えない。ちょ、この位置ってさ、多分拠点側から敵来ると思うねん。この辺にワイヤードロップ置いとこう。多分引っかかるでしょ。バカだから。ドイツ軍させ。ちょ、なんか敵に会えへんねんけど、会えなくて会えなくて震える。どうしよう、俺攻めた方がいいこれ。スナイパーなんですけど。ああ、震える。ああ、震えるわ。今のはさすがにヘッシュにならへんか。感覚的にヘッシュやってる。ああ、だめだ。あっつ、これ死んだな。ちょ、水かけて。くそ。目標アップルを確保。どうしよっかな。ちょ、この辺の味方で沸きたい。分隊おらんかな。あ、おったおった。ちょっとここで沸かして。いや、すごいとか沸くな。そしてクソエイムやな俺。ハンドがボディオイルそのまま殴った方が強いよ。ここちょっと突撃系向きな場所やな。ちょっと上登りたいわ。危な。ちょっと上登りたい、上登りたい。はしごない。地元ってるやん。ここおらへん。
あ、今の俺仕掛けた。いや違うか、できんのか。あれもう分かんなくなってきた。来てる来てる。ナイスナイスナイス。上登りたいな。上でも上味方取ってくれてんのかなこれ。チャーリー行こうか。目標バターを確保。チャーリー取ってくれてるから、どうしよう、もう次の拠点に行く準備しよっかね。よし、置いとこう。あーやばい、バレたかな。上級兵を発見。うわーこれは、あ、無理だなこれ。あ、ラッキーありがとう。絶対死んだもん、なのあのままやったら。で、どうなの、アップル取れそう。あ、意外とやばい。そっかそっか、どうしよう、次の拠点いけないか。目標アップルを操作。ここ俺何しとったらいいの俺。かくれんぼしとこうか。試合終了するまでまだだよって言い続ける。まずこれはやばいな。バレてないのこれ。逆に。うわ、中堅突撃したかった、もっと早くだ。遅かったタイミングが。さて、この子とか上にいるんじゃないかな。上で沸かして、この辺の敵狙いたい。上じゃないよねー。はしごどこやった、あれか、ちょっと登らして。あとここにワイヤートラップ忘れたらあかんで。いい時には引っかかってくれるから案外。もちろんここにもワイヤートラップ。ここで狙撃しとったら多分そのうちアップル取れると思うんだ。あと8ダメ、誰かやってくれるの。オッケー、ナイス。なんかいるよ。あ、来てる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 。この辺って敵セキュリかなと思ったけど違うんだ。ちょっと感度高いかな、通り過ぎてる気がするんだよね、ドラッグショットが。あんまりコロコロ変えんの変えんの俺好きじゃないから、慣れるな。あ、とチャーリーか、チャーリー行こう。どうしようかな、チャンスがあったらチャーリー突っ込むけど俺が。クリップチャンス以外であんまりな、無駄に死にたくないから。危な、ちょっとかわせたと思ったわね。チャーリー中井くん怖いな。エッショじゃないんか今の。なかなかヘッショが取れない、見栄えが良くない動画としてね。ちょっと怖いなこれ、逃げろ。よいしょ、おっとこれガスしたかな。弾の差し入れを頼むぜ。どうしよう、降りよっかな一回。なんか見えへんもんここ、見えへん上に割とここ危ない。目標アップルを喪失中。降りよっか、どうしようどうしようどうしよう、怖いな。あ、なんかいるわそこ、ひどいゲーム見た。おっしゃ、降りるぜ俺は。怖いなー、 いけるかな俺。何言ってんのこれ、映ってるね、映ってるねこれ。そこに敵の強襲兵だ。おりんかったよかったわほんま。ちょっと SR でなんかできるって感じじゃないね。オッケー、誰かワイヤートラップ引っかかってる、あれ投げとっか一回ちょいぐらい。あんまりここでグダグダしたくない、次の拠点早く行こう。あんまり SR でできることないんだ。来てるなここ、ボディオさんで。陣地から敵を排除せよ。ここのやつってこれ下にいんの、陣地の制圧を。あ、そこか、ちょっとこっちから行こう。早々に行くぜ、早めもガチや。逃がしたか、
あのタンクはちょっと怖いから、ちょっと距離を置こうか。さすがにケーバレットじゃねえ、戦おうっていう気ならへんから。もうちょっと、せめてベータの時みたいな、なああいう仕様やってよかったんけど。今回わざわざリロードするでしょ、ケーバレットをしたら。それがねいまいちなんですよね。使おうという気にならへんもん。ワイヤートラップの方が絶対そういうことやったら。敵どこおるかな。ちょっとなんか目痛なってきた。ああ。仕事もパソコン見て、家帰ってもゲームやから、目がねきついよこれ。やばいなーこれ、バレたな。あっぶねー、ボディオ最高。リロードする暇あるかなこれ。こっちから来てるな、あいつやれるわね。オッケー、あ敵かなんかもう目がかすんできた。やばいやばいやばい、一回休憩しようかな。こう登れるの、裏取りのチャンス、もしかして。嫌な動きすんな。オッケーオッケー。どこスナイパー、嘘、どこスナイパー、え、マジ見えへん見えへん、どこ、目かすんでるわこれ、やば。参ったな、俺神宮メガネ一応つけてんねんで、1万円で交代せやねんけど。ああくそ、ブルーライトカットするディスプレイのねシートみたいなのも買った方がいいかもしれん。あそこ狙えるな、タンクな。オッケーナイス、胴体。うん、制圧食らってるな。でもやってくれると思うんだよね。オッケーやってくれた、ナイスナイス。あと36ってか、頑張ってバター行ったら勝てんじゃないかな。ちょっとこの辺敵放置して、敵どこおるかな。あんまりバターは敵いなくない、あそこいる、見えないわ。今の胴体わかんで。あ、ご神木様ありがとうございます。あーご神木様、あー近くにいるよ。16じゃちょっとボディオじゃ倒せないな。バレてないのかなこれ、いると思うんだけどそこに。ちょポンと、あいないね、死んだんだね。オッケー、じゃああの子か、ちょっときつい。あ、ヘッショしたけど、あれか、火炎放射器兵やね。よっしゃ、ちょっとこのご神木様、このご神木様いいね、いい盾になるわ。え、今見えへんかっていうの敵、マジ案外ここ敵セキュリじゃないな、75やって無理。怖い、近づけない、制圧受け取ったらマジ無理やわ、こんなあいすぎる。奥のやつ何の爆発これ。うわ、ご神木様の枝が、あーなんたる呪い、たたりが起きるわこれは。あーほら起きた俺に、まいったな。あと何チケ、見えないな、7チケか。でも多分もう一回攻撃あるから次で勝てると思うんですよね。こっちから行っていいことがあったためしかないんで、左から行きます。案外ここじゃなくてもうちょっと奥の方からね狙撃したら割とバレンと狙えることがある、絶対とは言えない。このね岩の後ろとかなかなか悪くないですよ。敵兵を見つけたぞ、あったんね、まったり言いましょうか。そうだ、奴らの兵士だ。案外当たらんな。あ、でもバター取ったんじゃないこれ。ナイスナイスナイス、帰って打ち上げしようぜ。何軍やったっけ俺ら。俺ら何軍、ドイツ軍、アメリカ軍か、わかんない。勇敢に突撃し、この野蛮なる敵を撃ち負かした。よっしゃ、このままアルゴンデの森へ進もうか。じゃあ一旦実況はこの辺にしておきますかね。はい、ご視聴ありがとうございました。